みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はこちら、ホットーンのエフェクター、エクストンプを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。エクストンプ、エクストンプ、エクストンプ。エクストンプとはどんなエフェクターか。一言で表すならば、一言で表せない、そんなエフェクターである。すごい、本当に、すごい、画期的すぎてね、簡潔に説明できないっていう感じでございます。簡潔に説明できない。でも、この動画を見るとすごいびっくりすると思います。もう、うわぁ、半端ない、すげぇっつって、楽しい、うわぁっつって、うわぁ、画期的っつって、びっくりすると思います。すごいいろんな音を出していこうかなと思いますので、ぜひ楽しんでくださいませ。まあ、こんな感じでね、ちょっとシャレオツな箱に入っているんですけども、この蓋をバーッと開けると、エクストンプ本体が入っております。どんな姿、形なのか、ちょっくら拝見しますと、こんな感じ。パコーン、空っぽ、画面ドン、ズババババーン、お手元にございました。こんな感じでお手元もですね、お見せしながら、エフェクトを操作していこうかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいませ。本当、びっくりするぜ。びっくりするぜ。驚くぜ。面白いぜ。で、思想環境はいつものこちら、ビル・ローレンスから、雷ケーブルでエクストンプに行きまして、エクストンプからカナレのケーブルでギターアンプに行きまして、まあ、クリントーンで、まあ、フルフラットの状態。こんな感じの状態でございます。で、このスイッチをバチッと、オンにすると、まあ、音が変わって、そのエフェクトがかかっていくんですけれども、エフェクターなんですが、なんて言うんだろうな。なんて言うんだろうな。エフェクターなんだけれど、いろんなエフェクトを入れ替えることができるんですよ。あるときはアンプシミュレーター、あるときは歪み、あるときは空間系みたいな感じで、もうすごいいろんなエフェクトを突っ込むことができるんです。後ろに USB ケーブル、ミニ USB ですね、端子がございます。これを使ってパソコンと接続をして、パソコンからエフェクトを入れ替えることもできますし、こんな感じでスマートフォン、もしくは iPad などのタブレットから Bluetooth 通信でデータを飛ばしてデータを入れ替えることもできるんですよ。エフェクトを入れ替えることもできるんです。マジでって感じですよね。マジでって感じですよね。とりあえず今、アンプシミュレーターを突っ込んでおります。オレンジのアンプを突っ込んであるので、ちょっとこれを鳴らしてみましょうか。オレンジのアンプ。オンにして鳴らすと、こんな感じです。こんな感じの音です。なんかすげえなって感じですよね。普通にオレンジの実機を触ったことがある方は分かるかと思うんですけども、結構この歪みの質感というんですかね、粒の粗さみたいなのがなんかすげえ似てる感じしますよね。うわ、すげえっつって。で、まあ、ここにね、いろいろつまみがあるんですけれども、エクストンプ本体の方にはつまみの名前は出てこないので、スマートフォン側ですね、こちら側でそのつまみの名称とか役割とかを確認して操作をしていくという感じの流れになります。で、またこう、当たり前ですけどもね、いろんなアンプがあるので、これを入れ替えて遊んだりすることもできるわけです。例えば、マッチです。突っ込んでみましょうか、マッチです。突っ込みたいエフェクトをタップして、で次の画面でこのロードトゥデバイスをタップします。で、送信先をタップすると、コネクションサクセスフォー、接続成功ということで、今こっちにそのアンプシミュレーターのデータが突っ込まれました。これで完了でございます。すごい手軽ですよね。これ今、マッチレスのエフェクトのシミュレーターなんですけれども、マッチレスなんか普通に買ったらめちゃめちゃ高いですからね。なんかこれを普通に使うことができるっていうのは、まあ、なんともいい時代だなっていう感じですよ、この辺。ちょっとトレブルを下げて、ミッドを上げて、で、ゲインをマックスにして。いい感じ。
こんな感じの音なわけです。これまたすごいね、いい感じの質感って感じですよね。なんかこういう高いアンプのシミュレートも、突っ込むことができるわけなんですよ。で、まあ、こういうアンプシミュレーター系のプラグインに関しては、やっぱりこのアンプリチューブが一番有名だと思うんですけども、アンプリチューブって何気にこの追加のプラグインでその購入しなきゃいけないものが多かったりするんですよ。なんかこうマーシャルアンプキットとか、なんかオレンジアンプキットとか、なんかアンペグキットみたいな感じで、なんかそういうのをよく追加プラグインでその購入してるじゃないですか。で、それはそれでまあ別にいいんですけれども、このエクストンプのめちゃめちゃ太っ腹なところは、これ、全部使い放題なんですよ。アンプ9種類、で、これディストーションが28種類かな。で、その次コンプがあって、この辺はイコライザーですね。で、空間系があってみたいな感じで、もうすごいいろんなエフェクトがございます。なぜかこのキャビネットのシミュレートとかもあるんですけども、これはちょっと使いどころかわからないんですが、こういうのもあったりとかします。まあもうすごい、いろんな音を出すことができるってわけですよ。すごくないですか？すごくないですか？これ使い放題ですよ。で、今これオレンジのところにニューっていう帯がついてるんですけども、これ多分またこう新しいプラグインに追加されていくってことなんでしょうね。もうどんだけユーザーフレンドリーというか、どんだけサービス精神旺盛なんだって感じがしますけども、まあすげえなと、単純に思います。エフェクトの方も行ってみましょうか。ディストーションカテゴリーの中にあるこちら、マーシャルのガバナ、ロードトゥデバイス、やってみましょう。で、送信先、今1台しかないから1個しかないですけれども、多分 X トンプが2個とか3個とかあれば、2段、3段となっているんだと思います。これで今入りました。ガバナ。これがゲインで、これがレベルで、この辺は EQ か。ミッドちょっと強めにいきましょう。多分こんな感じ。それっぽいっすよね。で、もちろんこのボリュームのこのオンオフっていうんですかね、このちょっと小さくするとやっぱそれよりちゃんとついてきてくれます、ね。するわけですよ。なんかすごい、なんかね、なんか僕もそのガバナに詳しいわけじゃないですけど、あ、確かにこんな音してるんだなって感じしますよね。で、次にまたちょっとね、皆様にお届けしたいのが、これがね、すごいんですよ。これ、ドクターブルース。これ多分、ブルースドライバーのシミュレーターと思うんですけど、このね、なんか歪みの質感もね、なんかすげえいいんですよね。つまみは3つですね。これが、ゲインで、これがボリュームで、これがトーンって感じです。トーンを真ん中にしましょう。で、ちょっとゲインをマックスにしましょう。ガッと歪ませましょう。わお！
そんな感じのエフェクターなわけでございます。すごいですよね。なんかちょっと良くないですか。ちょっとすごくないですか。びっくりしないですか。で、またさらに、これね、笑っちゃったやつが一つあります。笑っちゃったやつ。とりあえずこれ、オールアクセスさんからお借りして、ちょっといろいろこのエフェクターを突っ込むわけじゃないですか。その中でね、この再現度がね、半端なすぎてね、笑ってしまったエフェクトがあります。それがこれ、このエクストンプのアプリ側では、メタランドっていう名前になってるんですけども、これ多分ボスのメタルゾーンのことだと思うんです。メタランドディストーションプロバイスインインスタントヘビーディストーションウィズザエッジハイス。And a powerful mid and the heavy rolls inspired この辺 inspired the world's most popular heavy metal distortion pedal. The metal round is definitely extreme. 世界的に有名なディストーションペダルにインスパイアされてるっていうことだと思うんですけども、これ多分普通にもボスのメタルゾーンのことだと思うんですよ。で、このね、再現度はね、マジね、超パネ。マジすげえ半パネ。すごい。ローとミッドとハイをこんな感じにして、ミッドフリケーションは真ん中で、とりあえずレベルは下げて、ディストーションは全開。なんかすげえ、僕は高校生の頃ずっとメダルゾーン使ってたんで、すげえ聞き覚えがある音なんですよ、これマジで。で、こういう、なんかね、音を使わずに、なんかね、もっとね、こういう感じで。もうこんな音で使ってたんです、昔。これね、めっちゃ聞き覚えある。こんなとか。使ったことある方、すごい今驚いてると思います。うわ、すげえなつって。すげえっすよね、この再現度。こんなエフェクターがですね、もうすごいたくさんあるんです。ちょっとね、エフェクターとかこういう機材に詳しい方はですね、もうすごい興奮の嵐になると思いますよ。うわ、これすげえな、これすげえなつって。で、まぁちょっとね、歪みばっかりでちょっとあれなので、また違うとこも行ってみましょうか。コーラスとか、行ってみましょう。コーラス。この辺ですね。コーラスもこんなたくさんあるわけなんですよ。これとかもわかりやすいっすよね。この風貌。ロードトゥデバイス。送信先を選択。で、このスモールクローンの場合は、こんな感じでデプスをここで設定して、この黄色と青。で、そのモードの切り替えということになるわけですね。するとうん。
この奥行きが出たというか、なんていうか、すごいなんかリッチなサウンドっていうんですかね。なんかそんな感じになりますよね。他も行きましょうか。他のコーラスエフェクター。こう読めない。なんとかいい。これはまたですね、すごいこのいじるところがたくさんあったりとかして、また面白いんですよね。これがデプスやから、これはちょっとわかりやすく多めにしておきましょう。で、ミックスも多めに。で、このハイとローっていうのが分かれてるんですけども、このハイの方を高くすると、ちょっとこの上の成分。上の成分が出てきて、もちろんローの方を上げると、こもったようなというか、すごいふくよかなというか、ちょっと芯のある感じのコーラスサウンドがついてくると、ちょっとわかりやすく、コーラス強めになんか弾いてみましょうか。今これミックスが全開になっているんで、まあ、結構強く変わっているんですけども、ちょっと薄めにうっすら。うっすらかけているだけでも、なんかちょっとこう、ね、奥行きが出るというか、ふくよかというか、なんかリッチなサウンドになるのがわかるかと思います。次の方もいきましょうか。もちろんこういう空間系も豊富にあるんですけれども、あったら面白いもの。ちょっとエフェクターが ね、多すぎてね、どこに何があるのかですね、あんまりこの把握できてないんですよね。アンビエントじゃないな。どこだっけかな。お気に入り一覧とか覗けばいいのかな。お気に入り一覧。お気に入り、おった、これだ。こちら。送信先を選択、コネクションサクセスフォー、接続成功で、オートワウでございます。これまた面白いですよね。
なんとか。まあ、音に関しても2とこのパラメータいじることができるんですけれども、ちょっとなんか僕はカラカラカラと簡単に遊んでみると、こんな感じの音もあったりとかっていう感じです。他、オクターバとかも行きましょうか、オクターバ。これまたすげえ面白いんですよ。一応、この売りとしては、その和音も対応できるようなオクターバということになっております。和音も対応できる。これが低い方、これが高い方、で、これが弦音。という感じでやってます。まあ、オクターバってあまりこう、ね、和音とかに対応しないものも多かったりとかするんですけども、これに関してはもう自信満々に和音も対応しているというオクターバになります。ちょっと鳴らしてみましょう。こんなんとか弾いたら分かりやすいですかね。対応しますよね。だってめっちゃ音伸ばしてても両方ともちゃんと拾ってくれてますもんね。なんかこの音の太さっていうんですかね。なんかこの鍵盤楽器とかなんか弾いてるような感じですよね。なんかギターというよりもなんかこの鍵盤なんかオルガンみたいな感じの響きがちょっとするような気がするんですけど、どうですかね。なんかこうなんか謎のこのなんか音圧感っていうんですかね、なんかオーケストラみたいな感じの。飛び道具としてもすごい面白そうだなという感じです。で、まあ、実際にその、ね、オクターバーとして使ってもすごい申し分ないと思いますし、ハイの方をちょっと強めにして生音の方も出してアコギでソロギターとかやってる人もね、こういうの使ってみたら面白いのかもしれないですね、ソロギター。結構長くなってきたな。ちょっと次ぐらいで終わりにしましょう。オクターバーがあったので、その次は、なんかリバーブとか言ってみましょうか、リバーブ。なんかルームっていうリバーブがあったはずです、これ。ロードツーデバイス。で、そのまま選択をして、コネクションサクセスフォー。プレディレイとかを細かく設定することができます。こういうのとか。
い。奥行き感が半端ねえ。ハイの成分とかローの成分とかプレディレイとかデブスとかもすげえいろいろ設定ができるんですけども、まあ、こういうのもあったりするよということです。まあ本当もう紹介しきれないですよ。こんなにパンツも。で、ちょっと一つ、ご注意点がありまして、一回読み込ませたことあるエフェクターに関してはすぐ転送できるんですけども、読み込ませたことがないエフェクターに関してはちょっと時間がかかります。やってみるとこんな感じ。読み込ませたことないやつを選んで、ロードトゥデバイスを押して送信先をポチッとタップすると、ちょっとね、1分、2分ぐらい時間がかかります。今これ転送中です、読み込み中ですっていうのが出てきてるんですけども。で、この緑色のゲージがちょこちょこっと右に行って、全部右に行けば OK という感じです。さっきみたいに読み込ませたことあるエフェクターに関してはすぐ呼び出すことができるんですけども、読み込ませたことがないものに関してはちょっと時間がかかりますので、その辺はお気をつけくださいませということでございます。そんな感じで、ホットオンのエクストンプのご紹介でございました。まあ、最初に僕が言ってた、その画期的すぎて、説明できないっていうのが分かっていただけたかと思います。実際にね、まあ、いろいろ音を鳴らしましたけども、まあ、全然紹介しきれてないですよ。全然紹介しきれてないです。なので、これ以降に関しては、まあ、お店の方でね、実際、思想を、実況を触って思想とかしていただければなと思うんですけれども、まあ、本当に興味があったら、ぜひ、いろいろと研究をしてみたりとか、お店で探してみたりとか、実況を買ったりとかしてみていただければという感じでございます。めちゃめちゃ便利。だと思います。めちゃめちゃ便利。1台持っておいても、まあ、損はないかなという感じですよ。本当にもう、何度も言いますけどもね、このね、プラグインが、ね、全部無料というのが、ね、太っ腹すぎる、マジで。で、もちろん完成度もすごい高いですしね、まあ、皆さんのギタープレイのね、良き友になるかと思いますので、よかったら、あ、動画が終わった。よかったらチェック出していただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。長丁場ありがとうございました。じゃあね、バハハイ。アハハ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 。